い、こんにちは、ギターの瀬松です。エレゴリです。今日はですね、はい、いろんな人がいろんな風に挙げてますけども、はい、ライン6のヘリクスについて、はい、ちょっといろいろ語ろうかなと思っております。これは私のヘリクスですけども、はいはい、ヘリックスなんですよね。ヘリックス、おじさんはヘリックスにしか読めないんだけど、なんか どっちか迷、僕も迷ってましたね。ねヘリックス、ヒリックス。昔あのなんかあの俳優さんたちがね、はあ、カメラのことをキャメラマンって言ってたよね。で今でもキャメラマンに戻ってきてるの、意外と。あ、そうなんですね。まあそれにちょっと近いよね。まあどっちでもいいと思いますけどね。今日は、はい、ヘリックスを使っていく上でね、はい、なんかやっぱしよくさ、はい、みんなから懸念というか、うん、はいはい、なんかいろいろ聞くんですよ。あ、なんでこういいのかと、うん、みんな疑ってるよね。まあこうちょっとデジタルっていうところとかですね、うんうん、あとやっぱりその真空管の方がいいじゃんっていう、あの声も結構ありますね。そうですね、うんうん、聞きます。そうですね、うん、まあ、最初に抱いてたイメージとかで言うと、うんうんうん、まあ、確かにこの、まあ、一つはやっぱりこう、いわゆるこう音が多分たくさん入ってるのは分かってるんですけど、うんうん、まあ、巨大なマルチエフェクトだからね。そうですね、うん、なんですけど、まあ、逆に言うとそのいわゆる、まあ、セッティングの問題とかですよね、うん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 、もうどこからどうつけていいかみたいな、勝手な、扱ってもないのに勝手にもう面倒臭いのかなとかって思ったりとかっていうのがまずこうありましたね。なるほどね。なんか多分30歳以上は面倒くさいイメージがあるかもしれないね。なんでかっていうと、昔のそれこそズームとかの初期のやつとか、パラメーターでなんかドライブとかも 1,2,3,4,5,6 って上がっていくような感じだったじゃない。ありましたね。そうそう、あれはさ、もともと自分が何を設定したのかも、ドライブが6だったのか、もう呼び出さないでも分かんないみたいな。そうです、ね、しかもさ、電光掲示板が1個しかないみたいなさ。そういうやつだったからすごく難しかったんです。難しかったから難しいイメージがあるんだけど、今は超楽よ。なんじゃこれ言うぐらい、ほんと。そう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 、だから本当に画面が大きいんで、はいはいはい、これ iPhone よりでかいじゃん、この画面。あ、まあ、そうですね、はい、だからまあしやすいはしやすいね。ただ設定がやっぱしちょこ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 、はい、やっぱり全部数値化なので、確かに分かりにくいところもある。そしてやっぱり一番のこれは問題は、はい、フェンダーのアンプを選んで、はい、フェンダーのキャビを選んでも、はい、俺の知ってるフェンダーの音がしないとかね。それはちょっと理由があるんだけど、はい、そう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 、そうですね。あ、なるほど、うん、あ、そうなんですね。まあ何かこう早急に対応しないといけない時とかっていう時も、なんか、あ、なんかこういうパッチ呼び出してこうどうのこうのとかっていうのとかもですね、うんうんうん、ちょっとなんかこう少し、まあ、懸念するところがあったりとか。うん、俺もそう思ってた、うんうん、もうどうすんのこういう時っていうのあるよね、やっぱしね。だから僕もずっとだから仕事の時にはコンパクトエフェクターっていうのをやっぱ使ってて、やっぱりそのなんか壊れで外しゃいいしみたいな感じだったんだけど、やっぱしなんでこっちにも乗り換えたかというと、うん、コンパクトエフェクター一つトラブると、うん、確かに外せるんだけど、やっぱトラブもうトラブルはどうせトラブルなんだよね。あ、起きたものはもうそう、演奏中に演奏止めてコーラスを外してる時点でもう随分なトラブルわけじゃん。こいつが止まってくれても一緒なんで。ああ、なるほど。どうせその間は演奏止まってるもんね。そう、そう、あとだからコンパクトエフェクターの難しいところはプロジェクトごと、例えば僕みたいな仕事やってるとサポートとかいろいろスタジオとかの仕事やってるとプロジェクトごとにやっぱり音が違うのよ。一番難しいのはオーバードライブだよね。オーバードライブがこの人たちにはこれが合うけどこの人たちにはこれが合わないとかもある。アコギはアコギじゃん、アコギの音だからいいんだけど、やっぱり作り込んだ音ってもう一回呼び出さなきゃいけないから、プロジェクトが変わるたびにエフェクトボードも大お引っ越しよ。そうですね、そうそう。これがすごい大変で、だからプロジェクトごとに覚えさせておいた方が、じゃあ誰々さん、じゃあ A さんって言ったら A さんのプログラムを呼び出すと、うん、もう一回戻ってくるから、それが便利だよね。あ、
そうですね、記憶してくれるっていうのは確かにそうですね。そうだね。それでやっぱり一番ね、そのこういうのをやっぱり使う人ってやっぱり真空管の音じゃないとっていうのがね、やっぱり、生のアンプがいいとかっていう。で、今さっきも言ったようにフェンダー選んでるのにフェンダーの音しねえなみたいな問題もあるんだけども、いや、それはね、問題がいろいろもっと違うことなんですけどもね、僕らってどうしてもギターとアンプっていうのを買って喜んでんじゃん。でもさ、やっぱりね、コンサートってその後マイクで収録されて、エンジニアが大きくしてやっと人に届くのよ。まあちっちゃいライブハウスでやれば別だよ。家でやるのとかは確かに別だと思うんだけど、だから俺は一番問題だったのは、自分がすごいヴィンテージのチーム、ね、アンプ持ってて、何個か持ってて、それでギター持ってリハーサルとかに行ってるのに、もうマイクで撮ってもらってる音が全然ダメなわけ。イヤモニとかしてもうね、今流行りだからイヤモニとかしてても、俺はこんな音を出してないってなるほど。そうでね、集音できないんだよね。だから細かいところまで。あともう一つはテレビの収録なんかに行くともまさにも大問題で、それはね、実は前々回かなちょっと忘れたけど、ジャンクションボックスの、ご紹介をした時にもちょっと言ってるんですけども、要はステレオ化して、片方はただの歪み、片方はエフェクト音だけにして収録してもらって、テレビ局側の、ミキサーさんに要はテレビで放映する時にはミキシングしてもらって出してもらってたっていうぐらい、アンプ1台にディレイも何も全部突っ込んでしまうと、ディレイも何にも聞こえないよね。本当に演奏してる音しか聞こえないよ。すごいディレイめっちゃかけてんのにっていうのに、もうね、なんかよく聞くとディレイ音が聞こえるかもぐらいなんだよね。だからマスキング効果だと思う。一番でっかい音だけを取って、ちっちゃい音をちょっと消しちゃうのかもね。しかもね、片方がエフェクト音だけだから、ディレイとかを切っちゃうと突然モノラルになるのよ。それでディレイをかけると急にステレオになるから、演奏しててもあれ誰かいなくなったみたいなちょっとね、共感があったりして。だからなんかこうカールトンさんとかはね、やっぱりこう、いい、要はセンターは実音だけ、それをマイク収録して空間系かけてるもんね。そうそう、そういうことまですればまあいいんですけども、やっぱりほらね、なかなかその現場の都合、やっぱりリハーサル時間が短いとか、テレビ収録であっという間にやらなきゃいけないとか、そういうのにも対応しようとすると、これが一番あっという間にできて早いんですよ。そう、今さっき例えばね、フェンダーの音がしないって言ったけど、それも当たり前の話でですね、なんで当たり前かというと、スピーカーで、しかもそれをどんなマイクで撮って、コンソールを通った音がしてるから、いわゆる俺らの知っている直の音じゃないんだよね。だからそれは別にいいじゃん。そうそう、だってその音を知らないもん。コンソールによっても音が変わるし、マイクによっても音が変わるから、やっぱり結局最後にお客さんの耳に届く時にどんな音であってほしいかだけだから、俺はなんかそういう意味では安心して使っているってところがありますね。本当に実際に表に出るところの音までの、そうそう、ミキサーも俺らには選べないし、ね、マイク、ケーブル、それほどミキシングする人も選べないから、やっぱりできる限り一番いい形で作って届けといて、あとはもう運次第みたいな方がミキサーさんの腕次第というか、はいはいはい、方がいいかもしれないなと思ってこれにしたね。なるほど。やっぱアーティストさんで、はい、要はそのこだわりのアンプ使って、やっぱりミキシングエンジニアも全部自分たちでお金払って雇って、いい音を作ろうっていう作れる人たちはまた別の話だと思うんだよ、本当に、はいはいはい、でやっぱり俺らみたいなスタジオとかサポートとかやってる人間からすると、やっぱり俺らに与えられてる時間も少ないから、やっぱりそうそう、レコーディングスタジオだってね、呼ばれていったらさ、やっぱその一刻一刻お金がかかってるわけじゃないですか。そうそう、スタジオ代、エンジニア代、ね、みんなかかってて、その緊張の中、ね、できるだけ早くセッティングできて、こっちも疲れないね。うん、も
もね、アンプなんかこうやって抱えていったらね、地獄もうパンパンになっちゃっていけないもんね。そうですね。そうそういうこと考えるとね、やっぱり何もかも解決してくれるかなとは思いますね。まあ本当に普通のことがやっぱり全部できる。そうですね。なんかファーズとかも入ってるし、ダラスアビタかのファーズベースとかね。その日持ってったけど、ちょっと気温が高くて うまく動きませんみたいなこともないわけじゃない。そうですね。そうそう、僕らにとってはそれが必要でね、間違って言うとね。そうですね。いいエフェクターでしょっていうだけになっちゃうもんね。そうそうそう、どうも、もうそうですね。持ってるんですよ。俺持ってるんですよ、で終わっちゃうじゃん。だから、それはまあそれはそれでお楽しみだけど、仕事の時は必要ないから、そういうことね。安心してほしい。ちなみにこれうち貼ってんのは、ヘッドホン用のね、ボリュームがね、よくもげるんだって。あ、そうなんですね。そうだから貼っといた方がいいよ、なんか。ああ。俺はね、あのマスキングテープを貼ってんのよ。あ、確かに、ちょうどいい。マスキングテープをここから外してケーブルを押さえるのに使ったりとか、ここになんかメモするんだったらメモするのとかにも使えて、ヘッドホン端子を守ってるって一石何鳥だっていう、このなんか貧乏な家の襖みたいな状態になってますけどでもね、便利なんですよ、これはい、というわけで、今日はちょっとヒリックスのご紹介でしたけども、はい、次回はですね、ヒリックスのもう一つの問題っていうか、まあ、デジタルアンプの問題ですね、はい、やっぱり音がバンドアンサンブルの中で抜けないっていう問題がみんな抱えてるみたいで、そこにちょっと着手したいと思いますので、はい、お楽しみに、はい、それでは、はい。